ふう、ここに来るとなんか帰ってきたって気がして落ち着くぜ。そこまで？まあ気持ちはちょっとわかるけど。ちょっといっぱい引っ掛けちゃおうかな。マスター、なんかおすすめの酒もらえるかい？あ、いいよ。ちいちゃんも飲むか？そうね、せっかくだしもらおうかな。じゃあ二つだ。と、ピクルスが切れちまったな。悪いが少し出てくるよ。おーい。あ、ちょっと俺トイレ。いってらっしゃい。待て、みんないないじゃん。だっこ、ちょっと一番、スマホ忘れてるよ。入っちゃった。携帯電話なんだから携帯しないと。ん？は、ふう、すっきりすっきり。ん？どうしたんだちーちゃん。一番さ、この間何かあったの？この間？俺のスマホ？なんかの通知か？ハロー一番、この間はありがとう。あんなに情熱的に私を求めてくれるなんて、激しくてびっくり。情熱的に何があったの？なんだよ、こんなの知らねえよ。いや、しかし思い当たる節があるかといえば、ないとも言い切れないような気もする。別にね、一番がプライベートで何をしていようと自由だし、私がどうこう言うことじゃないと思うよ。でも一番、心に決めた人が日本にいるって私に言ったよね。それなのにこれは不義理っていうか、人としてちょっとどうなのかなって。ねえ、やべえ、どうしよう、なんて答えれば。知らねえよ、全く身に覚えがねえ。俺は潔白だ。へえ、そうなんだ。それじゃ今ここでこのメッセージ開いてみる？潔白かどうかわかるかもね。開いたら一体何が出てくるんだ。嫌な予感がする。それはちょっと待ってくれ。ほれ見なさい、後ろ暗いことがあるんじゃん。こんにちは、マスターいる？ハワイであわよくば現地妻作ろうとしてたってこと？男ってみんなそうなの？一番はそういうことしないって思ってたのに。ちーちゃん、言葉が悪いし人聞きも悪いって、誤解なんだって。何かあったの？一番のスマホにこんなメッセージが来てて、あなた何か知ってる？新しい検定の無料講座案内、早く春日さんにお届けしなきゃ。一緒にローラ検定2級も受けてもらっちゃったりして、いっそ1級との併願も。刺激的なアロハッピー体験を思いついちゃいました。早速春日さんにもトライしていただかなくては。思い出が増えるね、アロハッピーちゃん。アロハッピー。この花とってもビューティフォー。春日さんにあげたら喜んでくれるかな。他に好きな人がいるって言ってたけど、このくらいいいよね。マッチングアプリ新バージョンのベータ版ができたから、あいつにテストプレイでもしてもらおうかね。ま、どれだけアップデートしたところで
私以上に相性のいい女なんていないだろうけどね。おお、ライセンスのローラさんにデリバリーの千歳さん、それにマッチングのばあさんじゃないですか。誰がばあさんだ。マチコだよ。どうしたんですか、こんなところで会うなんて珍しい。私はちょいとここのバーに用があってね。私も。あら、偶然ですね。私もリボルバーにいる。春日さんに会いに。待て、話せばわかる。何もわからないよ、おじさん。春日さん、どうしたんですか。何の騒ぎだい。実は。へえ、金髪美女と情熱的なひとときですか。私以外の女とも情熱的なアロハッピーよ。私のアクティビティでは不満ですか。私のテクじゃ満足できなかったってことか。やっぱりもっとドリルとか使うべきだったな。私とホテルであんだけベストなマッチングさせといて、アプリ外の女で遊ぶとは、アプリへの冒涜だよ。鼻が立つね。私は都合のいい女だったってこと。ひどい。あの愛のライセンス体験は一体。私、愛人になってもいいとは言いましたけど、もてあそばれるのは好きじゃないです。ちょっと待ってくれみんな。ああ、年貢の納め時だな。知らねえぞ。忘れられないアクティビティしましょうか。アロハッピー、ご案内を。よし。私、今度はもっとうまくやるからさ。着てる服、脱いで。次はインパクトドライバーで行ってみよう。私の心をもてあそんで。規約違反だ。許しちゃおけないね。悪い人には、お仕置きですね。拷問検定一級の実力、お見せしましょう。娘を泣かせろ。許さない。サクシトフク上司、お好みは。いや待ってくれ、落ち着け。誤解なんだ、今回のはマジでマジで誤解なんだって。浮気者の男には。感謝しよう。俺まだ生きてる。戻ったぞ。ん、こんなところで何やってんだ。マスター、なんかよくわかんねえんだけど、みんなにいろいろ誤解されてこんな目に。誤解？そりゃまた災難だったな。俺も昔、銃撃戦の末にビルから落ちて、生きるか死ぬかの状態だった時があった。だがなんとか生き延びて、今ここにいる。男ってやつは、傷つきながらその分強くなるもんだ。だからお前も、これからもっと強くなると思うぜ。はあ。しかし、そこまでやられるとはよっぽどだな。何があったんだ。実はスマホにこんなメッセージが来て、浮気者だのなんだの言われて。ほう。ん？これは知ってるのかマスター。いや、これはうちの店の営業メールだ。ちょっと開いてみろ。営業メール、どれどれ。ハロー一番、この間はありがとう。あんなに情熱的に私を求めてくれるなんて、激しくてびっくりしちゃった。
また楽しもうね。カラオケ。カラオケにお酒に、いつでも満足リボルバー。パーティーもできるから気軽に予約してね。ご予約フォームはこちら。カラオケにお酒に、いつでも満足リボルバー。激しく情熱的ってカラオケのこと？ちょっとどういうことっすかこれ。いや、うちも少しは客を増やそうかと思ってな。近所でやってたコンサル会社主催の個人事業主セミナーってのに行ってみたんだ。初回無料だったからな。はあ。ネットやメールを使うといいとかいろいろ教えてもらってな。来た客にはお礼も兼ねた営業メッセージを送るといいと言われて、文言も添削してもらったんだよ。こういう書き方が酒場に来る男にはグッと来るんだと。客の名前は登録さえすれば自動で入って、送信も勝手にされるんだ。便利だろ。じゃあこの金髪の姉ちゃんのアイコンは？よく見ろ、それは俺だ。はあ、マスター？ああ、コンサルの担当に作ってもらった。最近の技術ってのはすげえもんだな。こういうアイコンの方が酒場に来る男にはグッと来るってか。どんなクソコンサル会社だよ。そんなセミナー二度と行かないでくれ。はあ、なんだよ、そういうことか。どうやら俺のせいで迷惑かけちまったみたいだな。なんというか、すまん。そりゃねえぜ、マスター。